はい、こんにちは、レトスノーノです。本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。宅建試験のお申し込みが昨日から始まりました。7月1日から開始されました。で、申し込みについてなんですけども、わからない方は、宅建試験というふうに検索していただくと、こちら、一般財団法人不動産適正取引推進機構、こちらのホームページ、これクリックしていただくと、こういったページが出てくると思います。こちらに、この部分ですね、インターネット申し込みと郵送申し込み及び試験案内の配布、こういった部分ありますので、期限しっかり確認しておきましょう。今年はインターネットでのお申し込みは7月19日火曜日の21時59分までですね。で、郵送申し込みについては7月29日金曜日までとなっております。で、細かい内容、こちらのページにもうすべて載ってますので、こちらのページご覧ください。で、郵送の場合のこの試験案内の配布場所ですね。配布場所についてなんですけれども、これ大体大手の書店だったりとか、あとは都道府県の役所とかにも置かれております。で、下スクロールしていただくと、こちらに各都道府県の協力機関ございますので、こちらからですね、もし申し込み書類がどこにあるかわからない場合は、こちら電話していただいて確認取っていただければわかると思います。今年も10月試験と12月試験、2回ございます。で、もし10月試験多かった場合は、自動的に12月試験になっちゃう場合があるんですね。なので、もう早めにですね、お申し込みしていただければと思います。それでは本日の3問に入っていきます。A は B の代理人として、B 所有の土地について C と売買契約を締結した。C は A を B の代理人と信じていたが、B はこの売買契約について A に代理権を与える旨の表示をした事実はなく、また A は B に対して何らの代理権も有していなかった。この場合、売買契約は有効に成立しているが、B は売買契約を取り消すことができる、丸か×かという問題です。で、答えは×ですね。問題文の中に A に代理権を与える旨を表示した事実はない。また、A は B に対して何らの代理権も有していなかったと書いてありますね。つまり、これ簡単に言うと A は無権代理人だということなんですよ。無権代理による契約っていうのは有効に成立しているとはならないんですね。したがって、×です。この有効に成立している、この部分が誤りだということですね。で、このあたりはもうきっちりですね、これ問題文を理解するということが重要なので、ちゃんと A は誰なのか、B は誰なのか、C は誰なのかっていうのを、図を書きながらですね、読み進めていくのがいいと思います。今回で言うと、A は B の代理人なので、A が代理人で、B が本人ですね。で、C が相手方というような関係性になります。では、問2です。宅地建物取引業者は、本店を移転したため、その最寄りの供託所が変更した場合、国際証券を持って営業保証金を供託しているときは、遅滞なく従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管替えを請求しなければならない、丸か×かという問題です。で、答えは、これ×ですね。営業保証金の保管替えを請求できるのは、金銭のみで供託している場合です。本文のように、国際証券で供託している場合、この場合保管替えはできません。二重供託っていう手続きをしなければいけないですよね。ただ、これだけ覚えるのは非効率な勉強です。保管替えと関連する重要ポイントを合わせて勉強することで、頭を整理する勉強法を取った方が効率的ですし、試験前の時期になって、あれ、どっちだったっけと混乱することも少なくなります。短期講座ではそうならないために、効率的な学習ができるようにしております。この問題では関連するポイントだけではなく、なぜと思われる疑問点を解消するための理由についても解説しております。なので気になる方は短期講座をご検討いただければと思います。短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご確認ください。で、3問目ですね。都市計画法です。市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て、定められた当該市町村の建設に関する基本構想に必ず即したものでなければならない、丸か×かという問題ですね。で、よくある裏技の本とかに書いてあるのは、この必ず何々しなければならないっていうふうに限定しているものは、×にするっていうのが、裏技の一つなんですね。
ただし、実はこの問題、丸なんですよ。つまり、その裏技が使えないんですよね。だから、その裏技に頼るのではなくて、ちゃんと、頭に入れるということがやっぱすごく重要になります。で、ルールはここに書いてある通りなんですけども、問題の内容よりもやや詳しくしたものになります。こっちがやや詳しい。解説の方がやや詳しい内容ですね。で、まず、市町村が定める都市計画についてのこれ話なんですよね。で、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想って書いてありますよね。まあ、基本構想っていうものを市町村の議会で決めるんですよ。市町村には議会ってありますよね。まあ、市町村の議員さんの集まりです。議員さんが集まって、この市町村の、都市計画をどうしていくのかっていうのを、まあ、考えて、みんなで話し合って、議決していくと。で、この市町村の議会で決まった基本構想、これに従って、市町村は都市計画をまず定めなければいけないんですね。で、さらに、都道府県が定める都市計画っていうのもあるんですよ。市町村と都道府県っていうのは法律上は実は並列なんですね。上下関係って実はないんですよ。ただ、都道府県っていうのは管轄が広いじゃないですか。広い範囲での計画を立てて、市町村がちっちゃなね、その各部分の小さな部分の計画を立てていく、管轄しているって話なので、上下関係はないにしても、やはりですね、都市計画については、都道府県が定めた大まかな計画にやっぱり即した計画を立てていかないとやっぱ矛盾が生じてきますよね。なので市町村が定める都市計画っていうのは都道府県が定める都市計画にちゃんと適合しなければいけませんよ。矛盾が生じないようにしてくださいよっていう内容になります。で、先ほども言った通り必ず何々しなければならないっていう問題を見るともうこれでね、罰にしたいと思っちゃうんですよ。ただ、こういったテクニックだけでは答えられなくなってきているのが宅建なんです。なんで、合格したいと思っているのであれば、テクニックに依存するんじゃなくて、ちゃんと基本的な勉強の仕方ですね。暗記する部分は暗記してもらっていいので、理解すべきところをちゃんと理解をしていくということをしっかり行っていただければと思います。本日も最後まで動画見ていただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。そして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。